はい、こんにちは、こんばんは、おはよう、れいです。今回もですね、独身中年男が、恋愛相談に勝手に答えて皆さんと盛り上がるという、動画になります。今回のですね、相談者の方は、女性の皆さんに質問しますと。で、年下の男の子は好きですかということで、何歳とかちょっと書いてないのはいまいちよくわかんないんですけど、年下の男の子っていうぐらいだから多分10代、になるのかって、これはね、思い込みですけども、もしかしたら、ね、男の子とか言いながら、70歳の男の人かもしれないしね。そしたら、年上の男の子は好きですかって言っても、まあ、上の方しか答えられないと思うんですが、で、まあ、一般的に今、逆にですね、この短いので、回答欄に、まあ、どういう方が来てるかって言ったら、女性からの回答で、まあ、女性の皆さんに質問しますだからね。で、ずっと年上派でしたが、年上しか無理とまで言っていました。ね。でも今の彼氏は3個年下ですと。で、年下ありよりのありですよっていうね。で、まあまあ、いいんじゃないですか。で、もう一人は、まあ好きと。肌がすべすべで可愛い。下は15歳くらいしてでも、下でもいいかなって、お前バカ言ってんじゃねえよっていう。肌がすべすべで可愛いと。気持ち悪い。おっさんみたいなこと言ってんな。で、もう一人の方は、歳で考えると年上がいいけど、結局精神年齢とか決めるので関係ないです、私はっていう方ね。まあ、オーソドックスな人。私は年上派って人もいますね。で、好きな相手がたまたま年下なだけなだけで、年下男性全員が好きなわけじゃないですよっていう方もね、いらっしゃって。で、さらにはですね、単純にもう好きだって答えてる、好きって書いてる人もいますね。まあ、多分ちょうどいいでしょう。いい機会ですね。婚活アプリの方で、特にアラフォー以上の女性、ね、まあ、30後半から40代で、まあ、50とかっていう方もいるんで、前半の方が多いかな、そういう傾向のね。なんかね、もう、プロフィールに私は年下としか付き合いませんとかね、書いてる方が、ね、これ何度も動画で過去でやってるんですけど、私は若く見、年齢よりも若く見られるので、年下の方と会うと思いますので、年下の方がいいですとかね。まあ、それは勝手なんですけども、それ自己判断じゃん。で、周りはお世辞を言ってるっていうことに気づいてない、痛い人なんですね。で、さらには、今まで付き合ってた彼氏が年下だったと。だけど、なので別れたので、で、また次付き合う人も年下が合うと思います。勝手に自分で合うと思ってるんですね。じゃあなんで今まで全部年下と付き合ってきてお前別れてんだよっていう話になるじゃないですか。何言っちゃってんのっていうね。それを堂々とこの、マッチングアプリのプロフィールに書いている女性が非常に多いんですね。皆さんどう思いますか？まあ勝手ですよ。勝手ですけど、いけないとは言ってないですけども、まあ、気持ち悪いですよね、はっきり言ってて。穴モテということも、全然分かってないっていうね。まあ、それ穴モテ分かんない方は、ネットで調べてください。で、もう、切羽詰まった女性の方が、年下の男からしたら簡単にやれるわけですよ。で、さらに、騙しやすいんですよ。金も引き出しやすいので、もう最後のチャンスだと思ってるから、この人になんか貢がなきゃっていうことで、よくだから詐欺とか、で、ニュースでもありますけども、30半ばぐらいの方から多いのかな？なんか800万取られたとかね、500万取られたって方もいるんですけども、まず婚活していて出会って、金が絡む話が出てくること自体っておかしいじゃないですか。生活費なら別なんですけど、自分の仕事の話だとか、身内側の入院したとかなんだろうとかね、この後チャンス、会社を起こして今チャンスで、その1000万がないと俺は終わってしまうとかですね。それはおかしいんですよ。自分の力でなんとかできない、経営者っていうのはもうダメなわけじゃないですか、どう考えたって。だけど、まあ、恋愛とかそういう恋心とかっていうのは、感情移入してしまうと、もうまっすぐ、ね、正面しか見えないので、外野が何を言おうが、もう耳障りな言葉は聞かなくなるんですよ。で、自分に都合のいい言葉しか聞かなくなるので、もう周りが見えてないっていうのがまずその現象が起きるわけですね。で、その痛い、プロフィールの方々って、これ、いろんな、視聴者の男性が書いてるんですよ。だからこれ事実なんですね。申し訳ないんですけど。で、女性は女性のプロフィール見れないので、まあ中にはいますよ。男でも変なプロフィール書いてるのいるんですけど、明らかにおかしいじゃないですか。年下を限定で望んでいる。そして自分は合うと思ってる。その年下の男性に合うと思っちゃってるんですよ。もういい年齢なのにね。もうそのね、
曲解というか、自分に都合をよくしか考えないっていう、もう自分のことしか考えてないっていう現象が起きてるわけじゃないですか。で、そんな自分勝手な女の人なんか魅力なんかあるわけないじゃないですか、はっきり言って。で、しかも、マッチングアプリとか婚活アプリですよ。結婚相手を選ぼうとしてるのに、そんな、ね、なんていうのかな、現実をちょっと無視しちゃってる状況で、まあ、お姫様症候群といいますか、まあ、自意識過剰というか、頭が悪いんだか、なんだかわかんないんですけど、まあ、まともじゃないプロフィールを、書いてる方が残念ながら、多くいらっしゃるので、もうちょっとなんかこう、年下最高とかっていうコメントがあるのかなと思ったら、まあまあ、まあ一般的な方が多かったわけですよ。別になんかその、限定するというのが逆に俺はおかしいと思うんで、別に上でもほら、ね、もしかしたら美魔女みたいな方がいて、美魔じゃない、美魔王だね。男の美魔王みたいな方がいて、まあ、イケオジと呼ばれるものですよね。そういうのもいて、もしかしたら、その年下の男の人よりも全然いいよっていう方もいるかもしれないので、自分から、出会う分母をまた低くしちゃって、もう年下限定、私は年下ばっかりが好きだ、好きだってなっちゃって、自分の思いしか考えていないっていう。で、相手から需要があると思っちゃってるんで、それは別に穴もてっていうところが絡んでくるので、まあ、いいんじゃないですかって、まあ、結果的に言うたら、その人が、まあ、笑われてるだけなんて別にいいんですけども、まあ、この方もね、年上好きだったらそれでいいんじゃないですか。だから、ガンガン年上狙ってですね、まあ、バカすか付き合っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっと話がそれましたけども、なんかね、最近はやっぱり年上の男性よりも年下を望む女性が多いという。まあ、年齢の寿命とかもありますからね。年上すぎると、ぽっくり先に行かれちゃって、結局一人になっちゃう。また婚活しなきゃみたいなことになるんで、まあ、よろしくねえのかなというところがね、あるので、まあ、選ぶのは自由です。選ぶのは自由ですけど、現実というか、早く夢からね、目を覚ましましょうね。いうところですね。余計なお世話ですけどね。余計なお世話ですよ。それは十分分かってますんで。まあ、あくまでも、独身男のザレ事ということで聞いていただけたらなというところですね。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。